スパークシルバーとレッドパールが発売されました。今回はレッドパールの紹介をします。パーツはね、パーツの数は25点となります。それといつものシールですね。まずね、中性洗剤で洗浄して墨入れをしました。墨入れね、はみ出したところや濃すぎるところはね、エナメル溶剤で調整します。ここはね、太めなので、アルティメットニッパーではなく普通のニッパーを使いました。内装に貼るシールですね。2箇所なので、いつもより少ないですね。あとね、ハンドルをつけて畳んで内装は出来上がりとなります。タイヤはね、塗装しました。ファレフォですね、アクリル塗料のファレフォを筆塗りしました。ファレフォはね、匂いが全くないので結構使ってます。ここはね、ちょっと遊んじゃいました。金属感が欲しくて、シルバーをちょろっとつけてみました。見た目ね、パッと見あまり変わりないですね。窓のね、シール貼ります。隙間がね、できちゃうんでね、そこを注意、車体との間にね、隙間ができないように注意して貼ります。シール自体が、結構丈夫なんで、貼り直しとか何回かできると思います。
まあ、結構ね不器用な感じでやってますね。ホイールのね、シールはとても小さいです。車高はね、ノーマルとローダウンの選択式になります。今回はローダウンにしました。比較するのにこっちだけノーマルにしました、最初。ノーマルとローダウン。まあ今両方揃えてローダウンにしました。アーティストマーカー、シルバーでね、マフラーをちょこっと塗っちゃいました。エナメル塗料、エナメル塗料系なのでね、まあ、はみ出たところとかはエナメル溶剤で消せます。マフラーはピンバイスで穴を開けました。だいぶできましたね。窓のね、内側を拭いてはめ込んでいきます。まあ、できたかな。とりあえず見てみます。一番ね、最初、ラククラで一番最初に作ったトヨタの 2000GT と並べてみました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もね、ぜひお願いいたします。シレーヌのね、第2弾も予定して
います。トヨタ 2000GT の後編もやります。